松山圭です。今回はですね、久々にウェーブの大会ということなので、ちょっと気楽にね、行っていきたいと思うんですけど、今回行くのは宮崎でございます。宮崎久しぶり来ます。大会ということなんですけども、若干こう楽しみながらやっていきたいと思います。それでは向かいましょう。はい、というわけで宮崎着きました。やっぱりこう見ると懐かしい風景ばかりです。というのも、自分がですね、生まれてからすぐぐらいに6年ぐらい住んでたんですよね。なのですごく懐かしい風景でございます。もうだいたい 3,4 時間ぐらいで来たので、今日はしっかり寝たいと思います。ではおやすみなさい。オープンクラスの、ショートボードとレースボードサーフィン、これなんか結構なかなか珍しいですよね。なのでこちらにちょっと出場してきて、結果なんですけども、まずオープンクラスがセミファイナル敗退です。はい。でっていうのも、コンディション的には良かったんですけども、福岡は波がないので全く練習できてなかったところが出てしまってたなというような感じになります。やっぱりレベル高くなってきてますね、ウェーブの方は。なのでもうちょっと練習しないといけないなというふうに思ってます。レースボードサーフィンなんですけども、こちら結構ですね、メンツ的には固有メンツがあって、結果は2位でした。はい。というわけで、なんかこう新鮮ですよね。ウェーブの大会でやっぱりこう皆さんにこのレースボードでのサーフィンをいただくっていうのがすごく新鮮であったので、すごく面白いなというふうに思いました。レースの、メンツの人ともたくさん会えたので、やっぱりそこで刺激がまたあったので、今後もですね、練習していきたいと思います。そういうわけで以上になります。でここからまた明日仕事なので、4時間ぐらいですかね、4時間弱ぐらい、運転して福岡に帰りたいと思います。これまで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではさようなら。